そいつはごくありふれた街のごく当たり前の家族のごく平凡な生活ぶりを何気なく綴った心温まるヒューマンな物語。嘘じゃないよ。最後まで見てごらん。責任は持たないね。家族でお買い物。お猿ワンコウも家族のうち、そいつが近所じゃ評判が悪い。犬やら猿やら連れて桃太郎のつもりかしら。大騒ぎさんでしょ。これが本当の大騒ぎ家族。見てるわよ。何つまんねえ。こういうおばちゃんたちが実は寂しい連中。シャレのセンスはゼロだね。ハッチスタスキーが泣いている。動物が騒ぐのは不吉な前兆。何やらドロドロしたもんが来たね。あら、大騒ぎの奥さん。近所に越してきた、確かドイツさん。浦安って綺麗な街ですね。かー、なんだよこいつ、服を争奪しちゃって。一ヶ月前、うちの人が飛び降り自殺したんだよ。こいつはとびきり不幸なはず。このバカ、まだお友達がいないんで、お友達になってもらえませんか。えぇ、ー、なってあげなさい。ほら、握手して。暗いやつだけどしょうがねえ。ほれ、はあ、パーの負けである。ダメよじんちゃん、じゃんけんじゃないの。ガッツポーズまでされちゃった。なんだよおめえ、気持ち悪いやつだな。それではまた。なんでこの野郎、ハッチを取らす気だ。おそらく食っちゃおうって魂胆か。ノブ知らねえか、そいつのこと。知ってるよ、転校してきて隣の3組に入ったから。3組か、それがどうしたのか。うわー、どうした、あかねちゃん。うわー、うわー、ドイツ、ドイツ人だ。何よ、そのふざけた名前は。わかった、モップお化け。どうやらそうらしい。そうなのか。つわい。待て、早まるな、このバカ。本人は軽いジョークのつもり。コテちゃんとあの人友達なの。家族ぐるみの付き合いらしいよ。違うよ。こういうジョークは災いのもと。よう3組、こいつお前らのクラスだろ。なんとかしてくれよこいつ。なんだジンくん、いたの。そいつ気持ち悪いんだもんな。いるんだかいないんだかわかんねえんだよな。おい、あんまりいじめんなよ。ああ、わかったわかった。恨みがましい目で見てる。ちょっぴり気になるこてつ兄である。なぜかついてくる。やっぱりついてくる。あいつずっとついてくるぜ。気色悪いけど。コテツ、お前についてくんじゃねえか。そんなわけあるか。でもコテちゃんとこと家族ぐるみの付き合い。あいつハーモニカ吹いてるぜ。よし、二手に分かれてあいつを巻こうぜ。せーの、それ。こてつじゃねえか。こいつはこれでも5年生。
タイガー軍団ってな名前のグレン隊のリーダーである。おお、おめえ何がくれてんだよ。うわぁ、いたのかおめえ。大将、睨んでるね。ランドセルを開けて筆箱を取り出した。ゾウが踏んでも壊れない筆箱を。わぁ、あらら、ものすごいようなら。とんでもねえ、こきやがって。ところが大将、まだ甘い。パンツの中に手を入れて何かを掴んでる。お前それ。画面の外で見えないが、こいつの掴んでるのはうんこ。僕うんこピンクだけどね。何暗い顔してんだ。俺は大騒ぎ虎徹。ドイツ人。美しき友情の始まりと終わりである。また明日。